でしょ。生きとるかね。ただいまこの SF 作家の筒井康隆君という、この君、この方がです。まあ君というか方というか、最近このクラネットに狂っとる。まあ誰が仕掛けたかというと、このもバンドマンの諸君決まっております。まあこのそこでですね、まあそういうことはこの講じまして、今度この日比谷の野外音楽堂というところがありますが、ここでですね、ジャズ大名セッション、ザ・打ち上げなるものをこの曲をすることにこの愛になったと、ただいまこの外人外務大臣から報告がありましたけど、まあ、そういうわけで今日はその稽古を一つこのまあやってみようというわけで、この筒井君をね、とくと絞り切ってみせようと。今日はまあ明るくわーっと言ってみたいと思いますよ。新しい世界を作るホンダの提供でお送りいたします。フロントエンジン、フロントドライブ、 FF のシビック、世界に先駆け、ひたすら FF の道を走り続けてきたホンダシビック、 FF のシビック、FF の歴史、ホンダの歴史。なかなかにいい、特にトランペットも古いスタイルだがなかなかいいという、間にプロミュージシャンが入って、
サウンドを盛り上げるという、これが音楽の極意である。免許書いてんの。偉い人だね。なんか伝次郎とさ、あれなんだっけ、落語のあのちょっと川上哲治君の方だよ。だから嫌いだったらよかった。何を嫌いだったって言うのは、打球は寝てられなければいけない。打球は。しかしまあ急に筒井さんがミュージシャンになっちゃったんで多そうだよな。いや 上達の速さね。何言ってんの。いやそれね、ものすごい勢いで練習してるから音大生並みの練習ですね。一体どういうことで。だから1日5時間やってるもんだから1日に原稿が1枚しか書けない。これ手がもうこうなっちゃって、もうペンも出ない。ペンもそこなっちゃう。ペンもそこなっちゃう。ダメなんですよ。ペンにもこれつけたら穴つけながらこうやって大体ね、乗せるのがうまいんですよね、この人たちはね。だから最初誰だっけなんだ、本当にお上手なんとか言って。いや元々ね、だからクラリネットはもう欲しかったわけですよ。だからもうギターというのをやりかけたから、これやらなきゃいかんと思ったんだけども、ギターぐらい難しいもないのかな、うん、やりだせばね、うん、あれ なんでクラリネットは好きだったの。昔からだから、まあ、最初の体験はやっぱりアーティーショーかな。アーティーショー、アーティーショーですね。ルイフジョンズ、ルイフジョンズ、知ってますか。なんか、うん、エヴァガードが来てる。エヴァガード、うん、映画で、うん、ビギンザービギンクラリネットっていうのはね、あの今までギターやらドラムやらピアノやらやってるところを僕見てるし、そのドラムなんか一緒に僕とやったりしましたね。でもそのクラリネット、今度クラリネット持った時のもう態度目つきが今と全然違うんですよね。やっぱりね、執着があったんですよ。でも、うん、あのクラリネット買いたくても、だって学生だからさ、ウクレレかギターしか買えないわけですよ。だからそのね、その時にこれがショーウィンドウの中にキラキラ光ってあって、何万円かと、うん、だからその高いものだという意識が未だにあったわけ、うん、で考えてみりゃこれ僕服一着作るの、あの買えるの、うん、それが頭についこの間気がついて、これ買ったんです。ハッとして買えるもんだと思う。買えるもんなんです。買えたんですよ、これ。それでそのだから、あの、あったということもあるような気がするんだな、見てて。そのこの楽器だっていうのがあるでしょ、人に。なんかね、合ってるっていうか、なんか作家的な素質のある人、クラリネットってのが多いですね、うん、ローラント・ポールがね、クラリネット吹くんだ、うん、ウーディ・アレンだろ、うん、あれ、まあ小説家だよな、ウーディ・アレンはトランペットじゃないですか。いや、クラリネット、クラリネットね。ウーディ・アレンがトランペットだったらね、やることが違ってるよ。あのつまりね、いつも言う冗談で言うけどな、その楽器別性格、うん、そうだ、あれはあるね。あれそういう性格だから楽器、そういう楽器を選ぶのね。そう、つまりね、どういうのかって俺もしきりに考えたのね、うん、クラだけはなかったの、僕のリストにね。俺も分かんなかった。トランペットはね、これはタモリがその楽器を本当に最終楽器として選んでるかどうか分かんないけどね、うん、トランペッタっていうのはとにかくペラペラ延々は続けられないんだよ、こちゃこちゃしたことは、うん、だから一発勝負ね、うん、一発見せ場をバーッと作ったらあとは死んでもいいという、うん、まあ、いわゆる、まあ、玉砕型サンバみたいな、うん、そういうやつがトランペットになるとわりかしうまくいくんだよ、生活が、うんうんうん、だからうじうじしたやつがトランペットやるとね、ダメです。あのそのうじうじしたことをトランペットでやるとって無理なんで、うん、でサックスっていうのはね、うん、これ一人一人全員違うんだけど、みんななんかあの独立独歩 その自分が一番の世界でうまいと思ってるやつを、ね、アルトとテナーではやっぱ違うんですかね。そこがまだ研究が進んでませんかね。アルトの方は多少暗い人が多いんじゃないですかね。アルト暗いかな、うん、これ暗い、うん、アルトクライネットって何クライネットって危ないこと言う。俺それ見てるけどね、アルトクライネットってのは。クライネアルトサックスと関係ねえじゃねえか。ベースなんつうのはね、あれいつも後ろにいるからね、人のことをちゃんとこう、うん、じっくり見るタイプ、ね、なかなかね、人間ができてる人多い。できてるの多い。いや、それはね、分かんないよ、できてるかどうかっていうのは。意地悪な目で見るやつ。あのとにかくね、ベースっていうのはあのでかいものをね、うん、あのすごく高価な楽器でしょ、うん、それで例えば湿気とかね、うん、温度とかそういうもの非常に敏感な楽器でしょ、うんうん、だからそれをいつもこう気をつけてなきゃいけない、うん、だからあのなんていうか、ベースを離してはものを考えられないっていうぐらい、やっぱり相当変態じゃないかな、あれは。やっぱりかなり変わった人多いね、ベースを弾く人、うんうん、どこへでも呼ばれれば行ってやるんだけどね、うん、実は、うん、わしが支えとるぞという気があるかもしれない。なのでピアノはどうなんですか。ピアノはまあ僕のことで言えば、まあ日和見。ピアノはね、
右手は管楽器なんだよ、ね、左手はリズムセクションについてるわけで、うん、だから体全体分裂してるんです、うん、どっちにつこうかな、足もあるし、うん、でもジャズマンの中でそういうその性格があってこういう楽器選ばちょうどよかったのに間違って他の楽器を選んじゃって変な方向に行ったとかいるのかな、だからそれはまあそれはそれぞれな、俺たちだって本当にそうかとこう言って反省しなきゃならんの、うん、でもその本当にあった楽器にするのも自分のなんか力よね、自分が楽器によって変わっていくっていうんだってあるんだし、そうですよ、そうだよ、だから筒井さんの場合はまず一直線にクラリネット、クラリネット持った時にもうこれだってなったね、ギターの時はなんともねそういうことはなかったけどね、前世のクラリネット、そうかもしれんね生まれ変わりなんだ、じゃあクラリネットは人間か、そう人間だ、タモリはトランペットずっと持ってたわけ、トランペット、いやそうじゃないです、僕の場合ね高校のブランスバンド入ってね、あのバリトンってやつあるんですよね、コバスっつうんですよね、バスのうんぱってこれ音符見たらねドソドソドドドシダソ、それで出てこない、面白い、旋律なんか一回も出てこない、で面白くないから旋律を何か弾きたいんでトランペットの方をやってたのね、うん、トランペットと俺の唇合わないんですよ、あれはね薄い唇が合うわけ、こうすごい薄い唇、うん、合わないのやっぱり派手好みだから前に出たい、サチモなんか全然薄くない、うん、あ黒人の場合はね、あの唇は、うん、全部が唇じゃなくて半分あれは皮と、皮ない、皮膚と考え、皮膚じゃなくて皮と、黒人の日本人の場合は赤身のところはマグロみたいな感じだったけど、赤身のところは大体唇と考えていいけど、黒人の場合は、うん、あの唇のもう端っこの方3分の1ぐらいある唇ない、うん、あそうか、もうこの辺と同じと考えて、うん、黒人の唇ちょっとやってくんね、うん何なの、そういう口違う、あれはなんか極端だったような気がしますかね、これでやってて、うん、まあ、先生が仕方ないからお前トランペットに回れって言って、うん、それでやったんですよね、最近で持ってなかったわけ、一旦16年間吹いてなかったですよ、なんか新しく買ったの全部、全然もうなかった、だから4月から4月の終わりからまた吹き始めた、うん、でそれは買ったわけ、新しい、買いましたよ、買ったの、買いました、うん、いい音してるもんね、本当に、いやそれもう、いやいや、あ、もう本格的なやつまだ聞いてない、それ聞こしてもらおうか、じゃあブルースをね、マグロスやってもらって、うん、歌ってから行きましょうか、歌って、いや、やっぱりちょっと吹いてもらってそれから、あ、ええ、うん、何でもできる、何でもできる、何でもできる、本当やれるもの以外は何でもいい、よし、な、まあじゃあ、いやマイルス・デビスで勘弁しといてあげましょう、誰でもできるマイルス・デビス本邦初公開。じゃあ誰でもできるマイルス・デイビス。拾ってます。なんでそこ行くの？中国風の、最初は中国風のブルース、チャイニーズブルース、チャイニーズ、中国人が歌う、それからイタリアのアメリカン、次々と行きましょう。ブルースじゃないよそれ。最近我为的一切
ってやったことないですね。やってましょうね。誰だと思う？どうかな。ブルースですか？あ、そうか。ブルースですよ。ブルースなんだ。あ、中国だったこれ。癖が抜けない。アメリカのいいよもう。アメリカのでいいよ。アメリカのでいいよ。本場アメリカ。本場。じゃあフランス風って言ってましたかね。フランス。難しいな。デュゼラビシ、ウジナダドトンギャッティ、ペメロゼ、ペメロゼオビ。Flunders et vies à la métropole des murs sont blancs. Dans les murs on est pas. Et je n'ai pas mon fils ni ma. Au grand égard de ces mauvaises vies, un amour de vos amis, vos débits, mes vies. Prenez la.例えば今のイタリアでもいけるよね、今アフガニスタンなんてできる。アフガニスタンどういうんだろうね。いや今ラテンアメリカが流行ってるんだよ。中南米のやつのブルース、ソラヤ風だって。ソラヤ風ってソラヤ風でもいい。ソラヤ風タンゴになっちゃう。タンゴになっちゃう。タンゴならいろいろむちゃくちゃタンゴね。うん。メフリダカラカンテソセレベカンテシュティSorrete mio conto, i che sono raggiunti, votare che con i tiri son tanti che mostri. これブルースよなって今ね。ブルースだった。タンゴのブルース初めて。それじゃさ、ただのアメリカじゃ面白くないから、アメリカのオカマにしようか。アメリカのオカマ。アメリカのオカマのブルース。アメリカのオカマのアメリカオカマブルース。アメカマとジャズ。アメカマとジャズ。時にはまだクラリネットを吹くということは全然考えてなかったの。え、そうですか。そうなんですよ。そうですよね。あれでだから大名がクラリネットを吹くというのを書いてしまってから画前を吹きたくなって、それで注文して、これ1ヶ月かかったけども来るのに、でももう1日先週の思いで、ちょっとこれはやっぱり音が出るんですよね、ちゃんと最初からね。あれでそこがそもそものこういう騒動の始まりなんですよね。そう、それで載せたわけだ。うん、ああいうのあのね、楽譜で書いたんだから、これは吹けと。僕もね、高校の時言ってたでしょ。うん、それで、まあ今もクラ吹いてるけどさ、最初はトランペット吹きたかったんだよね。そしたらトランペット吹いたら音が出ない。うん、それでバーッとこう探したら、そこにその軍から
軍隊のその払い下げのクラリネットがその高等学校に、第二次世界大戦なんとか、もちろん軍作隊が書いたら、いや そうじゃなくて、それは先生がそう言ってるわけ。これはその軍から払い下げとか、もうすごいね、アルバート式のね、ボロボロでね、もうそこら中穴だらけでふっと吹いたって、息漏れてんだけどね、漏れてんだけど、あれはね、クラリネットっていう楽器は思い切り吹いたら音なんとか出ますからね、うん、トランペットは思い切り吹いたら出ないでしょ、うんうん、でそこでクラリネットをなし崩し的にやったんですね、うん、俺と似てんね、それは。そう、俺も同じ、トランペットかサックス、トランペットやりたかった、トランペットかサックスやりたかったんだけど、クラリネットしか余ってなかった。そう、それでクラ吹いてる時もね、やっぱりね、俺はそのうちサックス吹くぞなんて思ってた。もう同じじゃん、ずっとあれにね、執着しようなんて思ってなかったな。なんか踏み台としてのクラリネット、うん、なんかね、サックスのかっこいいんだよね、うん、だから最初トランペットはかっこいいと思った、うん、それでサックスはかっこいいと思った、うん、これでバンド組みましょうよ、もう組んじゃうか。バンドの名前は、えバンドの名前、バンドの名前考えよう。ドラムとベースがいないな。まあそうだな、ドラムベースレスっていうバンド面白いんじゃないか、うん、とりあえずあの日比谷でやるでしょ、野外音楽堂で、いつだっけ、8月打ち上げ、8月9日にね、まあそれで一応まあ旗揚げバンド結成公演、ジャズ大名ズ、ザ・ジャズ大名ズ。やっぱり今原稿を書くよりクラリネット吹いてる時の面白いですかね。そりゃ楽しい。でこの人がまたね、あの小説書き出したでしょ電話かかってくるんですよ、僕とこへ、あ、今クラリネット吹いてるんですか、いいですね、僕は今締め切りに追われて電話するとようつだ、もう世の中むちゃくちゃ先生と言います。そう、俺は作家だからようだ、名前悪い作家なんだよ。先生としてね、あの名前呼ぶときはさ、誠治先生って言うけどさ、SF の新人作家として名前呼ぶときは、おい誠治って。手のひらを返したように。そうでもなかなかいいですよね。そうですね。あれはやっぱりね、ジャズ、フリージャズやってる人にしか書けないもんですね、あれはやっぱりね。また褒められば、逆に。褒めてもらってたじゃん。お互いに褒め合うと。いや、私が褒め倒すかという。いや、私もね、あなたはね、あの才能あると思う。なかなかね、アイディアが素晴らしい。いや、あなたの本もまたね、ジャズ最優秀。いや、私のはね、役者としての才能が。あのね、ややこしいんだよ。ここにいるね、この人たちみんな本書いてんだよ、考えてみたら。俺、ややこしくて仕方ないよね、一緒に音楽やってても。全員本、あなた本あるでしょ。あるな、2、3冊あるよね。なんだ、彼はあるしさ、ジャズ最優秀ってのが。この中、あの、やっぱ、この人はなんか物書きだからなんだから。水産をあの抜かしたらやっぱ山下さんが一番専門家じゃないですか、この文筆業、うんうん、もうそろそろ僕の量に追いつくんじゃないですか、この量。あ、そうだ、うなってるね、あずらせが出てる。いや、巨匠、日本のだって三大随筆家の一人という、うん、そうなんですよ。誰だっけ、庄司貞夫とね、伊丹十三と山下洋輔、椎名誠さんが忘れてます。いや、椎名誠がそう言ったんじゃない。いや、それはそうと、そのジャズ大名セッションですけどね。あの、そもそも小説から始まったっていうのがすごいと思うんで、その小説というものの凄さというかね、書いたものっていうののアイデアでしょ、それがこうして実現しちゃうっていうんですよね。で、僕あれ読んでどうしてもやりたくなった。そのお城の地下牢に大名以下集まってね、お城中のやつが集まって、それこそ一昼夜大セッションね、汗水くもう失神するやつが出るという騒ぎ、あれがもう血湧きにこうってね。そうだったね、それで載せたんだ、はい、それをやりたいっていうんで、それで、四ツ谷某所に、そうそうそう、それからもうだいたい1ヶ月に1回